伊藤駅。伊藤駅は、静岡県伊東市湯川3丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本横浜支社、第1種鉄道事業者、日本貨物鉄道、JR 貨物関東支社、第2種鉄道事業者伊藤線、伊豆急行伊豆急行線の駅である。駅番号は、JR 東日本が JT26、伊豆急行が合図01、 JR 東日本の駅では最も南に位置する。伊東市街の北端にあり、伊東温泉にも近く、観光客の利用が主であるが、朝夕には通勤通学客の姿も目立つ。日中を中心に、伊東線、伊豆急行線との相互直通運転が実施され、朝夕には東駅北、伊東線を走行する上野東京ライン系統の列車も発着する。交通系。 IC カード、スイカが導入され、スイカ首都圏エリアに属し、首都圏、IC カード総合利用サービス及び交通系、IC カード全国総合利用サービスに対応している。また、東駅北、伊東線は、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間制度における、東京近郊区間にも属している。JR 東日本と伊豆急行の境界駅であるが、 JR 東日本管理の共同使用駅であるため、伊豆急行の社員は乗務員以外配置されておらず、駅管理を行う JR 東日本が、伊豆急行関連の一部商品販売を受託している。伊東線中間駅、熱海駅の非管理駅である、久留宮駅、伊豆高駅、東駅の非管理駅である、網戸駅、宇佐見駅では2015年、平成27年3月8日より実施の、 無人駅下に合わせた駅遠隔操作システムの入りに伴い自動券売機から多機能券売機への交換、当駅へつながるインターホン、県面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた。従来、有人窓口以外で行うことができなかった処理については当駅の駅員が自動生産機を遠隔操作することにより対応している。短式ホーム。 島式ホーム計2面3線を有する地上駅。ホーム西側には留置線が3本あり、それぞれの有効長は、ホーム側から順に11両10両7両。伊豆急下田方には、本線の西側に並行する引上げ線が1本あり、有効長は10両、ただし7両以上の場合、両渡り線を越えてまたいでしまうため、1番線から入線できるのは6両までとなっていたが、 2012年、平成24年11月現在、一番線の入れ替え信号機のみ、使用停止となっている。また、当駅構内には本線、引上げ線の計2本を横断する、第一種踏切、多日踏切が存在する。本線では、多日踏切の直前、熱海方にあるレールの継ぎ目が、JR 東日本、JR 貨物、 伊豆急行との正式な会社協会となっており、その踏切の直前、熱海方から直後、伊豆急下田方にある合戦柱にけて、踏切をまたぐ形で、エアセクションが設けられている。なお、他日踏切の管理は、JR 東日本が行っている。各ホームには、内包線付き展示ブロックや非常停止ボタンが、設置されており、2.3番線ホームの、 伊豆急下高田方には、スイカグリーン券売機や、冷暖房完備の待合室がある。駅舎は1番線ホームに面しており、2.3番線ホームとのアクセスには、地下通路を使用する。地下通路には各ホームを結ぶ、上りエスカレーター、車椅子対応エレベーターが設置されている。改札口には、AED、スイカ対応の自動改札機、自動生産機、 自動券売機、多機能券売機、スイカ及びクレジットカード対応の指定席券売機、営業時間4時30分23時30分、駅ネット受け取り可能時間5時30分23時、クレジットカード対応の緑の窓口、営業時間、駅ネット受け取り可能時間6時30分20時が設置されている。改札外には、関東エリアにおける JR、 私鉄の運行情報などを表示する三色 LED タイプの異常事案内用 LED のほか、伊藤線に関する情報の表示のみに対応した運行情報、時刻表ディスプレイが設置されおり、列車運行情報サービス、どこ、トレと同様の内容に加え、当駅を発車する上り列車の初電から終電までの時刻表が確認できる。 駅構内には3色 LED タイプの発車表が各ホームの各階段付近、地下通路の2.3番線ホーム真下付近、改札口付近に設置されている。改札内のトイレは1番線ホームにある。多機能トイレ、車椅子、オストメイト対応、おむつ交換台ありも設置されている。なお、このトイレは駅舎改修工事に合わせ、 個室内の完全洋式加工事を行うため、2018年、平成30年12月18日から2019年、平成31年3月13日まで閉鎖され、近くに代替として仮設トイレが設置されていたが、仮設多機能トイレの設置は行われていなかった。改札外のトイレは、改札口を出て、右に曲がると進行方向正面にある。多機能トイレは存在しない。 これまで市民や観光客から伊藤市に対し回収の要望が寄せられており伊藤市は管理者である JR 東日本に対し早急に回収するように繰り返し要望してきたが JR 東日本からは乗降客数の減少やホーム内にも鉄道利用者のトイレがあることから全面的な回収についての積極的な回答は得られず2015年平成27年10月に トイレ入り口に目隠しのための壁が設置された程度に留まっていた。その後も要望を継続した結果、2019年、平成31年度完成を目指し、伊東市の観光トイレとして整備することとなった。これまで、ATM は改札口を出て、右に曲がると進行方向右側にあったが、駅舎改修工事のため、ビューカードが運営するビューアルテは2018年、 平成30年9月26日22時に営業を終了し、駿河銀行は9月27日16時に営業を廃止し、それぞれ撤去された。コンビニは ATM 跡地を通り過ぎると進行方向右側に JR 東日本リテールネットが運営するニューデイズミニがある。改札外のビュープラザ跡地で2006年、 平成18年4月に営業を開始したドトールコーヒーショップは JR 東日本グループの事業等配合の一環で2009年平成21年4月より JR 東日本のビジネスが運営するべく S コーヒーショップに変更されたその後駅舎改修工事のため2019年平成31年1月6日2 0時に営業を終了し 3月14日より、その跡地は、湘南ステーションビルが運営する商業施設となった。そのテナントとして3月14日7時30分により、ベック、エスコーヒーショップが出店し、営業を再開したほか、3月29日9時より、総合物産店の伊豆中も、新たに出店し、営業を開始した。出口専用改札口の跡地にある祇園の立ち食いそば、 うどん店は1日約100人、そのうち約7割は地元住民が利用し、駅利用者だけでなく、近隣住民のファストフードとしても親しまれ、常連客もおり、利益は出ていたが、将来の人手を考え、本業である駅弁の製造販売に経営資源を集中させるため、2019年、平成31年3月31日17時に営業を廃止した。また、 その店の隣に併設されていた稲荷寿司やポリチャビンで有名な祇園の駅弁店は3月28日18時に営業を終了し新商業施設にテナントとして3月29日7時30分より移転出店し営業を継続している。なお移転後の現店舗は移転前の旧店舗と同様に改札内一番線ホームと改札外の両方から 利用できる。公衆電話は改札口を出て左に曲がると進行方向正面にある。2019年平成31年2月6日朝まで、祇園前の改札内、一番線ホーム、改札外の両側にもそれぞれ設置されていたが、祇園が3月29日7時30分により新商業施設へ移転するため営業を廃止し撤去された。なお、 撤去日前日の2月5日には、静岡県内私立高校の入試日のため、家族に帰宅の連絡を入れる学生たちで行列が発生したが、議論では撤去後の混乱を避けるため、代替措置として撤去日から入試期間が終わる3月中旬頃までを予定に、利用者が店員へ申し出ることにより、店舗にある携帯電話を利用した無料通話が行えるサービスが実施されていた。 祇園が販売する主な駅弁は下記の通り、現在は臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、定期貨物列車の発着はない。取り扱い品目は伊豆急行向けの鉄道車両で、それを輸送する列車が当駅を発着することがある。国鉄分割民営会以前は一般向けの貨物も取り扱っており、駅舎北側に一面一線の貨物ホームが存在していた。 貨物ホームの跡地は駐車場となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。伊豆東海バス、伊東駅、バスターミナル、伊東市内各方面へのバスが発着。特急、踊り子、スーパービュー踊り子並びに、臨時快速、伊豆クレイルの隣の停車駅は、各列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。